分かった気になれ。絶対に結合できないから矛盾なのです。その不可能を可能にする仕事が芸術活動なのです。傑作にはこの矛盾の結合が実体として存在しているのです。それができれば私にとっての最大の幸福です。こう述べているのは須田国太です。1990年に84歳で亡くなられた洋画家の一人です。力強いタッチが特徴です。ある講演の中での発言です。映画異性とアダルト、この2つは矛盾するものと言っています。映画異性とは人間8歳くらいまでは持っているもので、絵の中での線や形は稚拙なものになりますが感動するものがあります。衛星外を持っている作家は写楽、円空、ゴッホ、ルオーだと思っているそうです。アダルトの絵画は横山大観、上村松園、丸山応挙、北斎だそうです。また次のように言っています。私などとてもアダルトの画家の技術にはついていけません。私はただ一方的なだけの作品に感動がありません。アダルトだけの最高もチャイルドの最高も同じで、私はこの2つの矛盾によって引き起こされる中から生まれた作品でないと感動しません。彼の作品を再度確認してみてはいかがでしょうか。